をご覧ください。会場左手方向をご覧ください。ロッキーはスモークが切れるタイミングに合わせて電気が一斉に横転を行います。さあ見事に決まるでしょうか。ロッキー電機の一斉横転ボントンローズでした。5番機はここから会場正面に回り込み垂直に8の字を描いていきます。まずはインメルマンターンと呼ばれる上向きの宙返りを2回行います。頂点付近では高度約 1500m に達し速度は失速ギリギリになります。この後スプリット S と呼ばれる下向きの宙返りを同じように2回行い綺麗な8の字を描きます。正確な操縦テクニックのご披露5番機によるバーチカル9番8でした。それではここでスモークの描く宝石の美しさをお楽しみいただきましょう。会場後方から進入した5機は会場正面で急上昇し5つの方向に散開しながら大きな花を描きます。5つの方向に散開し大きな花を描いた各航空機はこの後それぞれの方向から会場上空に再度戻ってまいります。この時会場上空に新しい絵をもう一つ描きます。
上空にご注目ください。もう一つ目が徐々に姿を現してきました。これが大空に雄大な星を描くブルーインパルスのオリジナル科目スタークロスです。早いもので本日の演技も終盤へと差し掛かってまいりました。次は会場正面から5番機と6番機によるタッグクロスです。